根本監督もその対応力かなり沖縄キャンプでも評価していました。まっすぐ来ましたね、はい、ショートは大和です。にやるというよりもほう、ショートライナー取ったのは大和です。ショートは大和です。素晴らしいですね。1点返して追加して3対2となりましたが、ショートは大和です。竹内さん抜けたと思いましたが、やっぱ素晴らしいですね。取ってから投げるまでのその1回転する無駄がないですもんね。